スカトールは、複素管式方向属化合物の一種で、インドール誘導体。毒性のある、白色結晶。ギリシア語で糞を意味する、スケートから命名された。インドール間の3位に、メチル元を持っており、IUPAC 名として3、メチルインドールと、別称する。天然には、哺乳類の糞、ビート、コールタールなどから単理され、強い糞臭を持つ。 低濃度では、花の香りを呈し、実際にオレンジ、ジャスミンや、ある種のトロピカルフルーツの花の後気成分に、含まれている。またこの物質は、多くの香水の香料や定着剤、タバコの香料及び添加物として使われている。スカトールは、ヤギ、羊、ネズミなどに対して、不死を引き起こす。肺の中のシトクロム P450 が存在する。 クララ細胞を特異的にターゲットにしているようである。シトクロム P450 はスカトールを活性中間体であるサンメチレインドール人に変換するが、この物質はタンパク質と結合し、細胞を傷つける。スカトールは白色結晶状態で存在し、時間が経つと茶色く変色する。アルコールやベンゼンにはよく溶け、フェリシアンカカリウムや、 硫酸中では紫色を呈する。スカトールはエミール・フィッシャーによって開発されたフィッシャーのインドール合成からフェニルヒドラジンとプロピオナルデヒドを反応させて酸で処理することにより合成される。ありがとうございます。